上総括ではなくて単に一熟成として僕はこう思ったって話をします。1番、放送の中で心がざわつくし。ざわつくしね、ざわつきますよね。僕はね、最後の方で、長松が人を撃って、まあ、猿の正体が分かって、で安田が、例の地雷を投げてきて殺し合いになって、長松が安田を撃って両手両足を切って、で食らいついて食べようとしたその瞬間に田村が銃のところに行って長松を撃ったというところが僕は一番ざわつきました。で、単なる殺人シーンじゃなくて、僕は率直に思ったのは、田村お前長松と資格あんのかよというかお前本当に善なのというふうにちょっとそこの気持ち悪さが、つまり、これ前編この中に出てくるいろんな理屈があるんだけど、結局理屈なんだよね。で、まあだからそれこそが人間そのものだと思うんだけど、理屈というか、そのストーリー付けとか意味付けとか、結局人間っていうのはその要はフィクションの世界に住んでるわけで、自分で作ったストーリーの中に住んでるわけで、まあそれを主観とも言うし、それからストーリーとも言うし、で、結局これは主人公田村だっけ、ね、田村さんのストーリーであって、だから、まあ、その田村さん自身もストーリーの中で葛藤していろんなストーリー、右手と左手のストーリーで戦っていくわけだけれども、結局彼のストーリーは人を食うのは悪だけど猿を食うのはいい、でも途中から花を食べるのもいけない、食ってるのは一緒じゃねえのみたいな話になってきて、もし仮に食ってるのは猿だろうが人だろうが一緒だとしたとしたらだよ、まあ一般的には人食っちゃいけないっていうのは あるけどね、カニバリズムの禁忌はあるけど、もしかしたらこの田村の理論の中では、もしかしたら花を食うのも肉を食うのも、やがて彼は帰ってから肉を食わなくなるわけで、もし一緒だとしたら悪いのはただ人を殺したという一点になってくるわけで、お前だって人殺してんじゃんって話を感じたわけ。フィリピン人の女性を殺したでしょ、じゃあ、いやあれは食うために殺したんじゃなくて生き延びるために殺したんだ、いや女性が叫んだから殺したんだ、でもこれ殺された側からしたらなんで叫んで殺されなきゃなんないのって話で、結局でも本人の理屈は叫んだら向こうからフィリピン人が来て、もしくは米兵が来て自分が殺されるかもしれないから自分の命を守るために殺したんだって理屈になってるんだよね。でもじゃあカニバリズムってじゃあ何のためにカニバリズムするの、生きるためでしょ、一緒じゃんっていうふうにしか思えなくて、結局だから僕らってなんか都合のいい自分の理屈で自分を正当化したストーリーを作って、勝手に悪を仕立て上げて自分を善に持っていって自分を正当化していくけど、だからこれってちょっと視点変えたら一緒じゃねえのというか、どこに正当性があるの、じゃあ誰が決めるのそれっていう、まあ哲学的な話になってくるわけだけど、だから僕は瞬間的にこれを読んだ時に真っ先になんか気持ちが悪いなと思ったのは、その田村 その自己正当化の不思議な奇弁というか、どこにその善悪の基準があるんだろう、みんな人間一緒じゃないのと思って、でそれは田村が悪いやつだと言ってるんではなくて、田村ね僕だって一緒だよってことであって、つまりそれが人間なんじゃないの、みんな人間一緒じゃねえのまあそういう気持ち悪さで、そうなってくると何が正しいってことはないわけで、そのギリギリのところでみんな生きてるだけであったし、よく言われることだけど善悪の基準っていうのは時代とともに変わるわけ で国によって変わるわけだし、でもその時その時はみんな自分が善だと思って相手は悪だと思ってる、まあそれこそだからね、今回のグローバリズムなのかローカリズムなのか、トランプなのか習近平なのかみたいなのも一緒だし、シリアもイランもそうだし、結局それってそれぞれの理屈でしかなくて、だから僕は何が正しいっていうのは思わなくて、正しいと思うことが一番怖いなと思って読みました。そういう気持ち悪さを僕は一番に対して感じました。正しいかどうかは関係ないです、僕はそう思いましたって話ですね。だからまあさっきあっちのチームでも出たけど、これ戦争の物語ではなくて戦争という舞台装置なんだよね。だからこれ舞台だと考えると、
その舞台の役者さんが出てくる時の舞台装置が戦場のすごくギリギリの極限状態という舞台装置にポンと人間が出てきて、出てきたのはヘイターさんじゃなくて田村という一人の人間なんだよね。で長松とか安田という一人の人間であって、これは彼らはヘイターさんじゃなくて僕らが代わりに出たよ。じゃあ小倉がそこに出ても一緒なんだよね。だから五十嵐さんが出てもさ、結局そこの、アドラー心理学ではそのライフタスクが厳しくなればなるほどその人のライフプランが、ライフスタイルが出てくるって考える。つまり極限になればなるほどその人の本当のその考え方、価値観がにじみ出てくるって考えると、この設定って究極の生きるか死ぬかの極限状況だから、一番その人のそのライフスタイル、一般的に言うとパーソナリティとかキャラクターってやつだけれども、いわゆる性格とか人格みたいなものがにじみ出てくるっていう物語だと思うわけだから、戦争ドラマだとは全然思わなくて、人間ドラマで人間が一番やらしいものも含めて出やすくなるような極限設定を大岡昇平はしたっていう、だから人間を描きたかったんじゃないかなって僕は思いました。で、さっきのたっちゃんの質問につながる2番になってくるんだけれども、小林さんの話すごいだなと思って、深いなと思って聞いてて、善と悪だとは僕も思わなかったわけで、僕どう思ったかっていうと、左手をこの本の中に繰り返し出てくる言葉で見られてるってあったんでしょ、誰かが見てるってあったじゃない。で、その誰かってないのよな、神のようなもの、自然なのかもしれないんだけど、常に見られてるんだよね、何かという時に。でも左手が見られてるってことが、いや、分かりやすくとお天道様とか世間様とか人の目とかで、多分そんな風に感じたの、左手っていうのは。だから右手がその悪でもなくて本能だったり、もしくはもっと言うと右手自身が葛藤してるっていうか、食うか食わないかって葛藤してて、左手が世間体なんだよね。だから小林さんに言った通り、その食べていいよって言われたがゆえに世間体というか、小林さんそれ絆とか人間関係っていうのは、僕は世間体とか、その社交的なソーシャルっていう意味合いで取ってるんだけど、要はその人の目とか世間みたいなものと自分の本来の生きるための葛藤、だから本来生きていく活動を世間体が止めていくっていう感覚 で、その世間体のタガが外れるとこっちは動いていく。だからその生きた肉は食えないけど死んでるなら仕方ないとか、おかしいよね。それからあと、本当は猿も肉って言われてるけど、本当は分かってたわけじゃん、田村、人間だって最初から分かってたんだよね、分かって食ってたんだよね。でも猿って言われたから食べるわけでしょ。だから俺は悪くない、あいつが猿って言ったから食ったんだって、でも本当は分かってるわけだよね。おかしな右手と左手だなと思うわけですよ。だからでもそのおかしいのが人間なんで、それは田村だけじゃなくて僕もそうなんだよね。であっちのテーブルでも議論になったけど、じゃあ同じ極限状態の舞台に、じゃあ小倉が放り出されたらどうよ、安藤が放り出されたらどう、高橋健ちゃんが放り出されたらどう、同じことするでしょって話なんだよね。だから別に彼らが特殊でも何でもなくて、これ人間の本質そのもので、多分簡単に人間の肉食っちゃうと思うんだよ俺。だから猿だって言われたら絶対食う。で、自分で殺すかっていうとそんな勇気はないけど、もしかしたら殺すかもしれない、わかんない、っていうその怖さがこの本の怖さのそのものじゃないかなと思うんだよね。で、さっきのタッチャーの話に戻って、右手が仮に生きていくということであって、左手が世間体とか人の目とか、小林さんの言葉で言うと絆とかつながりとか関係性とかリレーションシップだとした場合、人間関係とこの生きていく本の食うとか食われるとか生きていくってことのどっちがより人間よっていうと、いわゆるアドラー以前だとか、いわゆるその生物学的な観点でこの生きていく食っていくっていうのが人間の本質と捉えるんだけど、アドラーはそれよりもこのリレーションシップを人間の本質と捉えるわけで、ね、心理学だから。特にアドラーはソーシャルエンベッテッドネスだから、いわゆる社会統合論なんで、人間の本性は深層心理の精神内科医にあるものではなくて、関係性の中に人間があるって考える社会学的立場を取りますから、そしてアドラーはつまり生き延びること、生物学的に生きることよりもその社会的につながることが人間の本質であり、人間は社会のつながりの方をより優先すると、そうじゃないと自殺の説明がつかないって言うんですけども、つまり生きることが本質ならば自殺しないでしょ。でも自殺するんですよ。で、自殺するっていうのは人とつながれないときに自殺するんですね、人間って。いじめってそうでしょ、つながれてないからビロンギングできなくて、ソーシャルな居場所がない、ビロンギングできてない、自分は孤立して一人ぼっちだと思うと死ぬわけですよ。で、死ぬことによってビロンギングするっていうのがアドラー派の考え方だから、自殺することで社会に私は悪くないんだ、あの人が悪いんだ、
私は潔白なんだ、かわいそうな人だったんだっていうアピールをすることで社会に居場所を作り出すために命を利用するって考えなんですよ、アドラー派は。でこれが正しいかどうかは別だけど、アドラー派はそう考えるんですね。でもそうでも考えないと、死の方、生の方が重ければ自殺ってありえないじゃん。だからビロンギングの方が実は人間にとってはるかに大事。これは誰だっけな、道は開けると人を動かすのあの人なんだっけ、カーネギーね、カーネギーだったと思いますけど、ナイチンゲルかな、どっちか自己啓発系の人が言ってたけど、フランス革命で人が平気で命を投げ出して死んでいった、名誉のために、命と名誉とどっちが大事、名誉の方が大事なんだよね、だから名誉のために死ぬわけですよ。第二次世界大戦、大東亜戦争の時に日本人が神風特攻隊で死んでいった。なんで死んだか、非国民と言われたくなかったからですよね。で自分が言われたくないし、親や子供や家族が非国民と言われるのが嫌だったから、命を投げ出して非国民にならないようにしたわけでしょ。これってビロンギングですよね。やっぱ僕は左手の方が人間なんじゃないかなと思っていて、だからそう、右手の戦いと左手の戦いの本なのかなっていうふうに思ってました。最後にノビ、ちなみにノビを、はい、自分でこうだと思った人、正解は知りません、大箇所で申し、はいはい、じゃあ、どうぞ。じゃあ、おりました。僕はさっきの自分は孤独の一人っきりではなく、そこには人がいるっていう印、ノビのところには人がいるんだよね。あれは自然に発火したものじゃないから、人が起こした、人が何かを、が伸びだとすると、この本のテーマは何？それがタイトルになってるってどういう意味？ということは、さっきあの今日のさっきの話の中で、人は孤独ではやっぱり生きられない。生きられない。話につながってるのかな。人は極限の中でも、極限の中でも一人では生きられなくて、下手をしたら死ぬ恐怖があっても、教会に行って、十字架に行って、人に会いに行ってしまうという、人は人を求めるんじゃないかっていう、その、それがテーマ。象徴のなるほど。他にもう少し大きくて、その伸びに対して逃げたりもするし、そうなのよ、近づいたりもするので、そうなのよ、そうなのよ、要は社会とのつながりっていうか関わりを自分が選んで、その状況によって選んでるっていうのを説明してくれてるんだって。なるほど。要は社会として自分がどうやって生きていくんだって、生き様みたいな話っていうのを言ってるのかな。なるほど、なるほど、なるほどね。だからその同じく小島さん、小島さんでいいんだっけ、小島さん、小島さんと、おじ、こ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 じ、関西におじがいる、こじね、こじね。で、小島さんと一緒に人を表すんだけど、ただその人そのものではなくて、近づきたいでも離れたいみたいな、なんかこういうね、それこそ右手左手みたいな感覚を含んでるってこと、うん、なるほど、感じか、どうだろう、正解ないから俺もしか分かんないし、なんかさっきさより言ってたじゃん、さより。ああ、はい。うまく、ざっと言うんですけども、伸びが上がっていることによって、人の存在を伺わせるものが伸びなんだ。うん、そうだね。伸びの下に人がいるんだよね。そう、伸びの下には人がいる。まあ、人がいるというか、人の存在をどちらかというと伺わせるって私は表現を使いたいと思うんですね。で、じゃあそれって何をこう投影しているのかっていうと、主人公の田村が出会った、元いた会の会長だったり、病院だったり、安田だったり、七松だったり、フィリピン人の女だったり、あとフィリピン人のその女性だったりするんですけど、いろんな人が登場してくるんだけれども、人が登場するんだけども、その人たちと田村は社会的に全く交わっていないんですね。うん、だから確かにこう安田だとか長松、確かに人なんだけれども、それは生物的に物質として人なんだけれども、社会的な人ではない。だから人の存在を伺わせるんだけれども、社会的なこの人というものはそこにはない。関係性がない。関係性がない。で、そういった関係性が、まるでその伸び、伸びも人らしきも人を伺わせるんだけど、全くそこに人がいない。そういったのをなんかこう、田村はその遭遇した人間たち、人たちとそれからのびをそこにこう重ね合わせて投影させた、そんなふうに私は読んでいます。
近づきたいんだけど近づいていっても物質的には近づくけれどもそのヒューマンリレーションシップ的には近づいてない全く接触一切ゼロだとしか思えない。だとするともしかしたらさっき言った僕の言った右手的な生物学的な生存と社会学的な生存つまりリレーションシップっていうのに近いかもしれないね伸びて、ね、あそうです物質的に近くに行く伸びがあるから近くまで歩いていく物理的な距離は縮まるけど、うん、そこに関係性的なものは希薄で、うん、っていうと右手的には近づくけど左手的には何も近づいてないっていうそういう投影かもしれない、うん、で安田ものはすごく近づいてるけどもそれはもう食料調達のための手段だったりお互いがお互いを利用し合う関係でありお互いがお互いを殺し合うような物理的には近くてずっと一緒に住んでるけど、うん、心の交流はない、うん、なるほどなるほどなるほどね僕もねいろいろ調べてみたのねでまあ確かに、まあ、本の中にも書いてあってその伸びの下には人がいるって人を象徴してると思うのよ僕もでもね何かのネットで引いて出てきたので戦時中に伸びというのは食べ物の在りかを示してるって書いてあったのよつまり人がいるということはで伸びが起きてるということはそこで誰かが火を焚いて食事をしているということを暗示させている戦時中における伸びは食べ物の在りかという意味があったでそれはつまり人がいるから食べ物の在りかなんだけどでも皆さん読んでわかる通り人が食料なんだよ、ね、食われてるからさだから僕ら平時で考えれば人がいて火がついてれば誰かがご飯を作ってるってイメージだけど下手をしたらこの中では人が撃たれて食われて焼かれてるってニュアンスかもしれないしでその人の食事の近くに近づいていくと自分が食料にされるかもしれないでしょ撃たれてだからものすごくなんか矛盾してる近づきたいけど近づけない人を求めて近づくけど人を求めたら殺されるかもしれないっていうなんかすごく気持ちの悪いでももしかしたらそれが人間の本質なのかもしれないっていうそういう意味でその伸びっていうタイトルをそのいろんな矛盾の象徴としてその矛盾の象徴であるのが人間そのものである象徴として伸びって書いたのかもしれない近づきたいけど近づくと怖い食べたいけど食べられるかもしれないってなんかこう表と裏が同時に存在するようなものの象徴としてで僕はあの勝手な解釈なんだけどさっき言った一番もやっとしたシーン田村がその長松を撃ったシーンの後に彼は記憶をなくしてんだよねで僕も記憶喪失があるんです実は一回10年ぐらい記憶をなくしてた時期があったけど何かというとまあまあ1人目のかみさんと離婚した後も3ヶ月一緒に住んだってことをまるっきり10年忘れてて人から言われても分かんないそんなことなかったよって言ってたんだけどやっぱり人間って面白くて記憶を消したいというか考えないように考えないようにしてると本当に記憶ってなくなる人間ってそういうふうにうまく適応できるんだっていうからで例えば統合失調症ね心理学で、まあ、接種病で一番重い病気で統合失調症ってあります、まあ、大概妄想と幻聴と幻覚が見えるわけだけどあれも心理学的にまあいろんな説明あるけど割と多くと取られてる立場は要は妄想の世界に入っていく現実が辛いから、まあ、いろんな辛さがあって妄想の世界に入っていくうち妄想の世界の方が率がでかくなってしまって自らそこの世界から 出られないもしくは出たくない無意識に出たくないとすると田村は出たくないんじゃないのその妄想なりその記憶の知らない記憶からってしたらさお前もしかしたら本当は食ってるかもしれなくねってわかんないよ。だから小説だからどっちでも取れるように書くわけ、小説家。小説家って結論があって書いてると限らなくて、2つの結論ありきで書いてることもある。どっちでも取れるように書くこともあって。で、ここにはその記憶がないって書いてあるんですよね。で、面白くて、私は食べてない。なぜならば、食べたら覚えてるはずだって言うんだよ。そんな理屈ねえだろうと思うわけだよ。それこそ奇弁だよね。でもね、この奇弁こそが人生なんだよ。我々は全部そうやって奇弁のストーリーで生きてるから。だからそう考えていくと、ここにあるストーリーっていうのは本当に戦争のストーリーでも何でもなくて今我々が日々行っているストーリーでも同じことが言えるかもしれない全てストーリーだからっていうような人間の気持ち悪さであり同時にそれはだから繰り返すけど戦争の気持ち悪さじゃなくて人間の気持ち悪さでありそれは私が持っているものでありあなたが持っているものであり今も持っているものであるという、まあ、そんな風にだから極限状態で人間があぶり出されるあくまでもこの大岡昌平が戦争という状況を使ってそこにあぶり出される今も我々にもつながる人間を描いたっていうふうに僕は読みましたということで1番2番3番塾長を迎えますありがとうございました